はい、今回のスタート地点はですね、西郷団地のですね、まあ、商店街ですね。そこをですね、そこからですね、今日はですね、2023年11月の、あ、すみません、ここを右に曲がらんなと思ってたら、とんでもない間違いするところ。2023年1月の、19日、時刻は3時21分。今日のテーマはですね、商業地域、それから商業地設、施設、そこを巡るっていうあれで来てるんですけど、急に右折しようと思ったのはですね、前、外国に住んでいらっしゃる方がですね、リクエストをいただいてですね、こっちの方を、に来たことを思い出したもんですから、もうせっかくならですね、その方からは再度のリクエストはないんですけども、やっぱりこういうところを通ると、その最初のコメントを思い出すわけです。ですから、その方のコメントによって、この辺りの道をこう、通ったりですね、下の、まあ、私に言うと新規開拓ができたっていうのをですね、そのお礼を兼ねてですね、ちょっと寄り道します。ここ左行きますね。ここはね、桜の花が咲くみたいですよ。この、マンションっていうんですかね、ここの周りはですね。いや、桜の木だっていうのは分かるし、桜の時期に通ったような気もするけど、通らなかったような気がしますからね。だけど今年は、各この桜が咲いてるところっていうのは、欠かさず、必ず一回は通るようにしようっていうふうにね、心がけてますからね。ちょっと待ってくださいね。あれします。ここ、まあ、この辺りの商業地域施設っていうと私が思い出すのはですね、あれだけ、太陽ですよ。太陽清涼店かな。ですからそこ寄りませんけど、まあ、太陽の宣伝というつもりでですね、そのね、どこやったっけ、ここけ、ここ左けちょっと分からん、左かな、あら、仕事かもしれません、右やったかもしれんですね。ああ、いやいや、ここでよかったんです、ここでよかったです。ここがですね、太陽清涼店だったと思いますよ。まあこの辺もほら、左側に、ちょっと看板に、いや樹木に隠れて見えませんけど、鹿児島銀行があったりしますからね。まあこの辺りも、商業地域って言えば商業地域ですからね。それでですね、宣伝ですからね、太陽さんよろしく。ここ駐車場からですね、ここ屋上があるんですよ。はい、ほんで、ここはもう、まあ、下はねいっぱいですからね、ちょうどよかった、屋上、いや降りません、今日は降りませんけど、いつかはね、降りてね、ここでね、何か買い物をしたいと思いますけど、今日はね、降りずにですね。はい、屋上からのですね、眺め。桜島はどこにあるんですかね。桜島は見えないんですかね。すいません、通らせてくださいね。ああ、見えました、見えました。屋上にほら、向こうの、ちょうど向こうに頭だけが見えますね。あ、これ反対回りだったですね。ごめんなさい。
はい、こっから降りますよ。ここあれですね、出入り口が決まってましたね。ここ左行ってみましょうか。ここもほら、桜の季節になると小さな公園だけど、やっぱり桜があるといいですね。はい、ここ左降ります。正面は学校ですかね。昔からするとあれですね、ドラッグストアからそのいわゆるスーパーに、いわゆるドラッグチェーン店系の、スーパーっていうのは結構多くなりましたね。一番多いのがあれですよ。コスモスがあっちこっちにできてる。で、前もらったコメントで、なんかコスモスの、ちょっと待ってね、ここけ。あ、ですね、ここがね、西郷団地中央、ここ右行きます。なんかコスモスのね、季節の花ですよ。あれ、山口百恵さんのコスモスの時に、コスモスで米を買うとかいう時に、私はその、要するにドラッグストアっていうんですかね、アロのコスモスはとは知らずに、なんかトンチンカンな、コメントを返したことがありましたけど、コスモスはね、すごい。一つのコスモスから、見える風景の中に1キロ行かないところにもう一つコスモスがあったりしますからね。大変かも、こういう業界はですね。あ、話変わりますけどね、このおまかせテレビを見てらっしゃる方で、GoPro っていうか車載カメラに興味を持ってらっしゃってる方がいたら、あれですよ、っていうか、そういう方に対しての、まあ、ニュースなんですけども、私からのですね、GoPro に限らず、いや、限らずっていうか、カメラのサイズ、小型カメラですね。要するに交通法っていうんですかね、それにのっとって、この車載カメラっていうのの取り付け位置っていうのが決まってるんですけども、それに、それをクリアするカメラを持ってらっしゃる方がいらっしゃったらですね、あれで、ごくわずかなですね、あれで出費でですね、車載カメラにできるっていうのをですね、ちょっと自慢たらしく言いますけれども、発表しますからね、友達に何人かには言ったんですけどもね、一人の友達に、そのいくらでどれくらいかけてんのっていう、その私のそのあれですよ。車載カメラに、要するに車載カメラっていうのはですね、ドライブレコーダーはですよ、だいたい備え付けになったりしてるじゃないですか。ほんで、桜島が見ましたね、左にね。ほんでちょっと、商業施設とはあれなんですけども、ここ左行きますからね。ちょっとその、あそこですよ。紫原っていうか、田上というかですね、その入り口にまた、
商業施設があるんですよ。そこに行こうかと思ったんですけど、やっぱりね、桜島、そしてほら今左側に、桜の木があるでしょう。これもね、その時期になるとですね、ここにね、桜がですね、満開の桜がですね、見れるようになりますからね。で、満開の桜をこう見つつ、で左側にずっとこう、あ、そうそう、でここからまずっとこう道なりに下っていくとですよ、その向こうにまた桜島が見えるっていう。ここは右にあるのは 桃の花かもしれませんね。あ、ここにもほら桜の花があってですよ、で向こうにね、あれが桜島が見えるっていう図式がありますからね。ですからその桜の時期だけじゃなくて、桜がない頃のこの辺りとかですね、そういうのもですね、きちっと押さえとこうかと思ってですよ。あれですね、やっぱりアーカイブ動画を、使ってしないと、この一連のこう一つの塊としての話ができないですね。それとその鹿児島弁を使おうと思ってるんだけど、なかなか、いや、使おうと思ってもですね、次、あ、信号だなとか、あ、次にまた交差点が来るなとかですね、思うとですね、それが出ません。ここ左行きます。ここは田上団地って言われるところじゃないですかね。この辺には並木はないですね。あ、だけど桜島がほら、ああいう風な形の桜島も多いんですよ。前景じゃなくてですね、ある部分だけがこう見えてるけど、進むに従って姿を変えていくわけですよね。最初からポンと前景が見えるんじゃなくて、こんな風にしてね、ずーっと出てくるっていう。いやいや、ここもね、何度か通ったけど、そういう風にして桜島を見たことなかったです。こうなると、ここはほぼ前景ですよね。まあ、近郊湾は見えないけど。あ、ここあたりからほら、ちょっと、あ、ここあたりもガパーって伐採してありますね。新芽が、の頃だと、結構いい風景だと思いますよ。で、ほら、正面が、またね、あそこはないけ、紫、いや、あそこか、いや、さ、紫バル団地じゃなくて、田上台になるんですかね、あそこはね。そうかもしれない。で、ちょうどその上の方は、あれは見えないけれども、田上自動車学校じゃないですかね。はい、右折します。そうですね、さっき私が、さっきのほら正面から見えたそこ高見台だと思いますよ。あ、さっきの何ですかね、車載カメラの話ですけども、私がその金額を言ったら3度ぐらい確認しましたね。本当にそうなのかっていうか、そうよって、絶対って、お前、桁を間違ってんじゃないっていう、いやいやいや、そうよっていう、本当にっていうね、そうよっていう、あれぐらい。いや、これね、ちょっとね、もったいをつけますけどもね、いや、それぐらいなんですよ。で、それはね、縄文人の方にね、あげますからね。
動画としてですね、作り方とかですよ、そういうの、こっち、あ、こっちでいいんだな。いや、紫原の方にも行こうかなと思ったけど、今日はその田上の方のあれ行きますね。広木方面っていうこっちの方ですね。この辺りですね。こっからほら。で、今日は降りません。で、また次の時に降りますけれども、ちょっとこの駐車場の中をちょっと通らせてもらいましょうかね。宣伝でですね。はい、ここ伝え上がります。で、左行きますね。入りますよ。宣伝です。よろしく。伝え。ほんで、次が島村。でもここから出ます。ここしか出口じゃないんじゃないですかね。ちょっとわからない、横は通るけどもあんまりよく見てませんからね。2軒だけけ、ここは車屋さんですか。まあ2軒だけど、の向こうの方にはあのあれですからね、コープ鹿児島があったりですよ、しますからね。まあ紫原の方にちょっと上に行くとですね、だからまあ商店街です。ほんでどうしよう、あ、もうちょっとあの走りますね。次はですね、臼杵の方に行きます。ここですね、広木小学校前の交差点、ここを左に行きます。ここもあれですよ。ここもじゃないですね。ここは昔からの道路。今ですね、こう走りながら、ああないんだな。いやの今の坂の降り口に、左側にですね、あの剪定された、樹木があったんです。でそれをですね、ちょっと下も続いてたけど、いや続いてたっけと思ったけど、下はないみたいですね。正面に見えるのがですね、桜ヶ丘です。あの山の上の方ですね。トゥートゥルルトゥートゥルル。思い出した思い出した思い出した。ここがですね、昔はこの道はなかったと思いますけど、バイパス、この今信号でコスモスってありますよ。でこっから左側がまあある意味の商店街っていうんですかね、いろんなあのそういう店舗が
並んでるとこですね。まあ、いわゆる都会の人から見ると、ここがって言われるかもしれないですけど、そうよって言わないかんですね。いや、だって、この道路がないところ、時の、この辺り、薄木に行くところを知ってますけども、そりゃ、寂しいもんでしたよ。上等ですよ。そいでですね、いや、終着点をどこにしようかなと思ってるんですけどもね、少しはね、やっぱり、店舗がこう集まってるところがいいんじゃないっけ。もうちょっと行けばあるのかな。あ、この辺りからがそうか。あ、この辺りがそうですね。まあ、その、ちょこちょこっと。気持ちだけちょこちょこっとあるところですね。ただね、あれが交差点目がないんですよね。はい、ということですね。この動画はここでお開きになります。ありがとうございました。